こんにちは、高宮幸明です。いよいよですね、この本、新しい本ですね、日本の里山からイギリスの里山へ、田舎暮らし親子の夏休み、本日発売となりました。いやー、嬉しいですね。これはプリントオンデマンドということで、一応紙版なんですけども、この本とあと Kindle と両方今発売されています。ですからどちらでも可能ですね。はい。で、ぜひともね、この本、いろんな人たちに読んでいただきたいんですけども、何人かね、ちょっと僕の中で考えた、読者対象っていうのがありまして、まず最初の人たちが、イギリス、特にイギリスのサステイナブル文化に興味のある人たちですね。というのも、僕が滞在した、トットネスとダーティントンというところがまさにそうしたサステイナブル文化のメッカみたいなところなんですよね。で、多分ちょっとイギリスって皆さんあんまり地理とかね、多分わからないと思うんで、ちょっと簡単にこう地図を見せながら説明したいと思いますけども、ロンドンって分かりますよね。この辺、ここがロンドンなんですけど、でデボンっていうのはちょうどイギリスの南西部にある、デボン州というのがこの辺にあるんですね。でここにそのトットネスと、ダーティングトンがあるという感じですね。で、ダーティングトンっていうのはもうほぼトットネスと同じ地域ですね。4キロぐらい離れた、郊外にある村なんですけども、ほぼ同じ地域みたいなところですね。で、トットネスは、皆さんご存知の方も多いと思うんですけども、トランチョンタウン発祥の地として有名ですよね。このトランチョンタウンというが日本でももういろんなところでね、起きていますけども、それがもともと最初に始まった町がトットネスなんですね。で、あとはもうそのダーティントンというのが、例えばシュマハカレッジってご存知ですか？サテシュ・クマールさんが始めた学校なんですけども、そこはダーティントンにあるんですね。で、あとシュタイナン学校もダーティントンにあります。で、僕が滞在した、マーク・オー・コーネルとマリーナ・オー・コーネルの人たちの家なんですけど、僕の友達なんですけどね。で、彼らはアプリコットセンターという農場を運営してるんですけど、それがバイオダイナミック農法で農業をしているので、まさにそのシュタイナー系のものがいろいろあるという、そういう場所でもありますね。で、あとね、有名な人でヘレナ・ノーバーグ・ホッジさんっているじゃないですか。ラダック懐かしい未来の著者ですね。で、彼女も実はダーティントンに住んでるんですよ。で、いや、僕もともとね、彼女オーストラリアのバイロンベイに住んでるって聞いてたんで、あれと思ったんですけど、実はなんか家が2カ所あるみたいで、オーストラリアに移る前はダーティングトンにいたそうなんですよね。で、その家をまだそのまま残してて、時々というか、もう多分行ったり来たりみたいな生活をされてるみたいで、ちょうど僕たちがいた時もヘレナさんはダーティングトンにいたそうです。で、しかもね、その場所がそのマークたちの家から歩いて5分のところにあるというすごい近いところにね、住んでるんですけども、もうとにかくそんなことで本当にこのダーティングトンとトットネスっていろんなね、そのオルタナティブ系の人たちがこう集まってるところですね。そうそう、トランションタウンといえば、その創始者の一人と言われているロブ・ホプキンスさん、彼も関わっている新しいコミュニティビジネスのニューライオンブルアリーってあるんですけど、これクラフトビールのそういったビジネスですね。で、これもダーティングトンをベースにしてるんですね。ダーティングトンにアーモンドシーフというカフェがあって、でそこを使ってビール作りをしているそうですね。いや、もうそういう意味で本当にね、すごく面白いもう場所です。で、実際僕も何人かの人を今回インタビューすることができたんですけども、一人はトランションタウントットネスのジェイ・トンプトさんですね。この方は日本にも来てますね。幸せの経済学のその国際フォーラムでしたっけ、その多分1年前か2年前の時に来てますね。で、あとバイオリージョナルラーニングというものがあるんですけども、そこのイザベル・カーライルさんをインタビューしたりとか、あとバイオダイナミック料理ってご存知です？いや、僕も今回初めて知ったんですよ、イギリスに行って。いわゆるシュタイナーのね、バイオダイナミック農法に基づいた料理なんですけども、このね、ウェンディ・クックさんっていうものすごい人にお会いしました。で、このバイオダイナミック・フード・クックブックの著者の方なんですけど、彼女は
もともとピーター・クックというイギリスの有名なコメディアンと結婚されていて、で、あのロンドンとね、まあ、ニューヨークに住んでて、もういわゆるセレブたちの暮らしをしてたんですよ。で、あのいろんなセレブを家に招いては夕食会を開いてて、その料理をすべてウェンディさんが担当していたということで、本当にもうセレブ御用邸あたてのなんか料理人みたいな感じだったんですよね。で、その彼女がマクロビオティックに出会って、でその後シュタイナーに出会って、で最終的にはそのバイオダイナミック料理の道に入ったっていうことですね。で今回彼女もインタビューさせていただいたんですけど、あのこの話は実はあのこの間開催したトットネスの報告会では話していません。だから本にしか載ってないという話ですね。あの実はね、彼女ね、僕のね先輩なんですよ。あの直接お会いしたのは今回初めてなんですけど、エマソンカレッジの何年か前の先輩で、あと彼女はロンドンのクシインスティチュートでマクロビオティックの勉強をされてるんですね。で僕はその同じクシインスティチュートがあるイーストウェストセンターというところがあるんですけど、そこにあるブリティッシュスクールオブシアツというところでシアツとマクロビオティックの勉強をしたので、まあ、そこでもちょっと先輩に当たるという人ですね。で、あとね、そうダーティントンといえばこのさっきシュマハカレッジの話をしたんですけど、あのそのシュマハカレッジの料理、そこの学校で出される料理の、 あのレシピ本ですね、このガイアズキッチンという本で、でこの著者のジュリアさん、この方が今シュマハカレッジのキッチンの料理長をしてるんですけども、彼女にもお会いしましたね。でもとにかくあのそういうね、いろんな人たちがねダーティングトンとかトッネスを集まってるんで、すごく面白い場所です。ですからあと当然アプリコットセンターもすごい。やっぱり僕なんだかんだ言って今回一番すごかったのはアプリコットセンターでしたかね。あのマークは友達なんで、あんまりなんかそういう感覚を持ってなかったんです。だからインタビューもあのなんかそのわざわざインタビューするかみたいなね感じだったんだけど、でも実はあのマリーナ・オーコーネルとマーク・オーコーネル2人ともインタビューして、やっぱりね一番いろんな意味で包括的にこうバランスが取れて、なんかこうやってるなっていう感じがしましたね。でその話もねたっぷり本には載ってますので、あのぜひお読みください。で、あのあとサテシュクマールさん、サテシュクマールさんはインタビューはしてないんですけど、実はお会いしたんですね、シュマハカレッジに行った時に。でその時のねエピソードとかもあの綴られています。であのまあ2人目のその読者対象というかね、あの人たちはまあ日本の田舎里山でこう暮らされている、いわゆる田舎暮らしをしている人たちですね。というのもあのまあタイトルもそうですが、これ日本の里山との比較っていうのをあらゆるところでしています。でもともと日本で田舎暮らしをする人たちがあの、まあ、夏休みも、まあ、あのせっかくなんで田舎暮らしをしてしまおうということで、あの別のね田舎町に行くという、そういう設定なんですけども、なのであらゆる場面でその日本の田舎との比較っていうのが出てきた。例えばやっぱ古民家見てもね、あのイギリスの古民家見た場合、自分も古民家に住んでるんで、あれ日本の古民家とどう違うんだろうってすぐそういうところにやっぱ目が行ってしまうんですよね。で僕自身あの20代の時にイギリスにいたんですけど、その時はそういった視点を持ってなかったから、やっぱ当時気づかなかったことはたくさんあるんですよ。でも今回田舎暮らしをしてから、やっぱこう知った農業のこととかね、森のこととか山のこととか、いろんなことがやっぱ向こうの自然とかを見た時にすぐねその結びつくというか、こう意識がそこに向くんで、そういう視点からかけたというのもすごく面白かったですね。はい、あのですのでこう日本で田舎暮らしをしている人たちにとって、あこれって本当に自分の住んでいるところに当てはまるのかなっていうようなところがねたくさん出てくると思います。で特にその中でも、まあ、滋賀県と日野町をあの 例にね出して比較をしてますので、もうそれは日野町の住民だったらなんか、あまたここでも日野のことが出てきたっていう感じで楽しめますし、滋賀県の県民もそうですね、あの滋賀 の例えばマルシェ文化とかね、
あのオーガニックにつながるマーケット、滋賀のこととかね、あのところどころちょっと出てきたりしますし、で特にあの最後の方でそのトットネスの事例をじゃあどうやって日野町で活かせるのかっていう話をしているんですね。でもう一つ、先ほどバイオリージョナルラーニングって言いましたけど、バイオリージョンっていうのは生態系地域といって、そのある地域をね、自治体ではなくてその生態系の枠組みであの一つの地域と捉える考え方なんですけど、まあ滋賀県の場合は琵琶湖を中心としたこの鈴鹿山脈、周りの山で川の流域、そして琵琶湖というのがね、一つのバイオリージョンになるのかなというふうに思うんですけど、そうなるとやはりバイオリージョンとして、例えば気候変動に対してどういう取り組みができるのかっていう話ができると思うんですね。で、まあ、これからちょっと日野町で、まあ、オーガニックの街づくりっていうことを進めていきたいと思ってるんですけども、同じことがこう県単位でもできるのかなと思ってして、それが実現したら僕すごく面白くなると思うんですよ。もうそれこそもうトランジションタウンをもう県でもう県ごとまるごとやってしまうみたいなね、まあ、そういう話なんですけど、で、まあ、そういう話もぜひ多くの人としたいので、やはり滋賀のね、あの他地域に住む人たちも読んでいただきたいですし、ぜひねこれを一つのツールとしてもね活用していただきたい。あのいろんなあのオーガニックとかについて詳しく書いてあって、なぜそれが気候変動に有効なのかとかも書いてありますの で、今やっぱり行政とかもかなりそういうことって興味を持ってる人多いんですよね。 SDGs のこともちなみに出てきます、まあ、SDGs のこととか気候変動のこととか、まあ、その辺のことをどう街づくりにやっぱり生かすのかっていう観点でかなり書いてありますので、あのぜひともねそうしたツールとして活用してもあのいただけるとありがたいですね。で最後の、まあ、読者層というのが、まあ、高宮幸明の今までの本を読んできてくださった人たちですね。あの、まあ、百姓レボリューションとか天井のシンフォニーとかで、あの今回は小説ではないです、ノンフィクションの紀行文なんですけども、まあ、いろいろな部分で高宮ワールドというのがやっぱこう出てきてますね。あの、まあ、というのもあのやっぱりイギリスのこのサステナブル文化っていうのが今僕のやっぱ原点になっていて、なので天井のシンフォニーの中にもその1980年代のブライトンが出てきたりとかね、百姓レボリューションにも味噌汁ロマンスも出てきてるのかな。なのでまあそのぐらいやっぱ僕の中ではやっぱ影響を受けた一つの文化ですよね、このサステナブル文化というものが。でそこがやっぱり全ての今の僕の活動のベースになっているので、今回はちょっとそこで本当にそのノンフィクションとしてこう感じるね、そういう機会にもなると思いますね。あと今回僕はその20代の時にイギリスにいたんですけども、あれからもう30何年経って50代になった僕がね、子連れでね再び訪れるというね、そういうあの面白さもありますね。はい、あの日本の里山からイギリスの里山へ、田舎暮らし親子の夏休み、現在 Amazon で販売されています。で紙版と Kindle 版と両方あります。でこれプリントオンデマンドなので、注文してからあの印刷して製本して発送するという形になるので、通常の本よりは若干時間かかります。多分数日遅くなると思いますけども、あのどうしても早く読みたいという方は Kindle をお読みください。 Kindle の場合も一瞬にしてダウンロードして読むことができます。よろしくお願いします。ありがとうございました。